18世紀から美しい音色で人々を魅了してきたピアノ。昔から英才教育として人気ある楽器ですが、大人になった今からでも決して遅くはありません。毎日忙しいあなたがわずかな時間で素敵な曲を奏でられるように、この魔法の楽器はあなた自身をも癒してくれます。美しいピアノの音色に憧れ、いつか奏でてみたいと夢見る人も多いはず。しかし、始めたいけど忙しくて時間がない、大人になった今からでは遅いのでは。そんなあなたにぴったりの画期的な方法があります。初めてピアノに触れる方でも30日で名曲が弾けるようになるという夢のような教材をご紹介させていただきます。多くの生徒さんを教えてきた海野真理先生だからこそ、初心者の目線で一からピアノを教えられるのです。楽譜の読めない超初心者でも大丈夫。空いた時間を使って自宅で簡単に何度も分かりやすいレッスンが受けることができます。購入した方からの驚きと感謝の声が続々届いています。1ヶ月も経たないうちに一つの曲を弾けるようになりました。1ヶ月ぐらいでもう完璧に弾けるようになって、結婚式に呼ばれて1曲弾いてくれないかなんていうふうにも言われて。30日でピアノが弾けるようになる、先生がおすすめする秘訣があるのです。楽譜が読めるということではなく、本来やっぱりまずピアノが弾けるということに目標を絞って考えられています。譜面を理解しながら忠実に音を追う練習では挫折してしまいそう。楽しく上達できる独自のカリキュラムがあります。見る、それから聞く、それから弾く、この大変シンプルな3ステップで DVD のレッスンは進んでいきます。楽譜が読めなくてもとにかく弾いてみる、これほど簡単で効率の良いレッスンがあったでしょうか。またよくある退屈な練習曲は使いません。ベートーベンの第9やフォレストのジュピターなど、一見難しそうな名曲を楽しみながらチャレンジ。さあ、あなたもピアニストになって音楽を楽しんでください。30日でマスターするピアノ教本&DVD セット、海野先生が教える初心者向けピアノ講座、さらに中級・上級者向けの続編 DVD をセットで購入すると大変お買い得です。詳しくはウェブで。自宅で楽しく名曲をマスター、あなたの特技がピアノになる日はすぐそこ。